皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、ももか明日から香港に行ってまいります。イエイ。うわー、ということで香港の動画、まあこれから少し続くと思いますが、今回は前日ということでね、香港のパッキングをしたいと思います。じゃあまずはスーツケースの紹介したいと思います。まあもう知ってる方もいると思いますがね、まあ紹介していきます。せーの、はい。というわけでこちらが私の愛用しているスーツケースでございます。こちらね、香港ディズニー限定のダッフィーとシェリーメイちゃんのコロコロでございます。あ、ちなみにこちらに香港ディズニーのマークがついております。一回私香港ディズニー行ったことあって、あの、ね、昔に私が iPhone のアプリで編集した動画が多分あると思うんですけど、すっごい長い動画となっておりますがね、昔だから、まあ小さい頃だからどうして。でちなみに我が家3人家族なんですけど、毎回海外旅行行くときはママとパパのコロコロは2つ預けちゃって、私のコロコロは機内持ち込みサイズなので、こちらを機内に持って行ってます。こちらはぶん投げられたくないので、こちらは預けません。はい、というわけでちなみに中身はこんな感じになってます。でここはチャックで閉めたりすることもできます。で前回こちらの真ん中のチャックの下に物しまったんですけど、ここね、あの編集してるパパに言われたんですけど、ここはしまうところじゃないらしいです。ここなんかね、修理の時とかに開けるところだそうです。まあ別にしまってもいいでしょう、収納のところが増えるからね。それでは今回の2泊3日の香港の旅のためのパッキングスタート。カン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 。はい、というわけで今回パッキングするために買ってきたものがこちら。というわけでこちらの商品をセリアで買ってまいりました。こちらメッシュケースです。 SM、 これ同じようなケースですね。これジップロックがついてるやつですね。でこれがこちら圧縮袋の大きいやつですね。これが M のやつね。これで S で、それがで、これがさっきのやつですね。はい、こちらに詰めていきます。では今回の旅の荷物こんだけあります。せーの、はい。はい、というわけでこちらが衣類ですね。水着、パジャマ、2日分の着替えで、これが下着です。あとこちらサンダルです。コカ・コーラって書いてあります。ママが買ってきました。じゃあまずね、これらのものをさっきの袋に詰めていきたいと思います。ではまず水着から入れていきたいと思います。じゃあまずこちらラッシュガード、パステルカラーのラッシュガードと、これが私が今回着る水着となっております。可愛いでしょ。もうさっさか詰めちゃいますからね。でこちら私の大事な大事な iPhone が濡れないようにするカバーとゴーグルでございます。これ大事。 OK、 これで1個目 OK です。次、はい、続きましてパジャマ入れていきます。最近このね、上のミルキーちゃんの短パンがすっごいね、履き心地よくて超お気に入りです。はい、完成。次、はい、続きましてこちらパンツとか下着とかお靴下でございます。これはミシェルモンさん。はい、次、はい、続きましては私服を入れていきます。着るやつですね。あ、綺麗に入った、入った、気持ちいい。はい、こちら、はい、こちらの今日買ったジッパーにこちらのコーラのサンダルを入れていきます。あ、すごい、びっくりするほどぴったり。これすっごい気持ちいい。今回気持ちいい動画となっております。あ、いいじゃん。はい、こんな感じ、バッチリバッチリ。というわけで衣類はこちらで以上となります。はい、というわけで続きましては小物たちを収納していきたいと思います。で今回小物たちを入れるものは全部こちらとなっております。でちなみにこちらの入れ物全部セリアでございます。じゃあね、今回全部入れる小物類を並べます。せーの、はい。というわけで今回収納する小物たちの量はこんな感じとなっております。でちなみに液体類などもあるので、液体のねやつとかは全部ママの方に、預ける方に入れたいと思います。じゃあとりあえず収納していきます。まず最初はこちらのお風呂グッズでございます。シャンプー、リンス、ボディーソープ、
こちらは以前動画で紹介したこれ顔も体も洗えちゃうマジックソープでございます。これ最高で、この乳液とか化粧水とかの美容系です。で、今回これらをこのポーチに入れていきたいと思います。入りました。次、はい、というわけで続きましてはこちらヘアケア製品などですで、これはこちら寝癖直しのヘアミストです。で、これがケープ固めるやつですね。で、これが日焼け止めミストっていう日焼け止め防止のやつですね。ちなみにこちら無印良品さんで購入しました。で、こちらがヘアバンドで、これめちゃくちゃ良くないですか。これも無印さんで買ったんですけど、フィルム歯磨きっていう前歯にくっつけてゴシゴシするだけで歯磨き粉代わりになるっていう、めっちゃ良くないですか。これ24枚入りなので24回も磨けちゃいます。めっちゃ場所も取らないんでいいです。そして大事な歯ブラシで、これが髪の毛を留めるやつですね。これをこちらのポーチに入れていきます。レッツゴー。はい、というわけで綺麗に収納できました。キララちゃんがいます。次、続きましては何て言えばいいんだろう、美容系的なやつですね。まず朝に髪をまとめるものたちと、朝の大事なコンタクト、これ鏡ね。で、これが絆創膏が入っております。こちらのケースもセリアでございます。で、こちらの櫛もセリアでございます。で、こちらの鏡もセリアでございます。で、こちらの櫛もセリアでございます。大体セリアでございます。ということで、こちらの袋たちに入れていきます。じゃあまずこれをヘアゴムにします。で、こっちの黒の方をコンタクトにしていきます。バチコちゃん。で、こちら入れ終わったので、こっちのでっかい方にこの大きい子たちを入れていきますわよ。はい、というわけでこちらも収納しました。かわいい。はい、次、続きましてはメイク道具とかアクセサリーたちです。で、これがイヤリングと、こちらの付録のアイシャドウパレットとリップたちですね。マックサモもいらっしゃいます。をこちらのね、かわいいちっちゃめのポーチに入れていきます。入りました。 3CE とのコラボみたいになってる。はい、 OK。 次、続きましてはこちらのティッシュとかタオルとかモバイルバッテリーとかメガネとかゴミ袋とか入れていきます。こちらもセリアで購入しました。タオルとティッシュは予備のために2個。入りました。こんな感じで小物全部収まりました。で、この中に何個か液体物が入っているので、それらはもうママとパパの方、まあ、預ける方に入れたいと思います。それでは一気にスーツケースに入れてみます。はい、というわけで早速詰めていきたいと思います。まずは衣類から詰めていきます。よし、ぴったりですね。で、こちらパジャマ、ジャブシ、ぴったりですね。で、その上に三つ折り、ジャバ、ぴったりですね。バッチリ。こちらの圧縮袋に汚れたものを入れたいので、汚れたやつを入れるようにここに置いておきます。で、バイバイ。オッケー、めっちゃ綺麗に詰まった。じゃあ続いてこっちに入れていきます。まず下着、こうかな、こう下着入れます。髪の毛溶かしたりするものを入れていきます。で、続きましてこちらのモバイルバッテリーなどが入っているのを入れていきます。こちらのサンダル、ちょっとね、まだね、思った以上に余裕があったので、ここに念のために上着などを入れておきたいと思います。まず帽子入れます。これは暑いからね。上着入れていきます。
バッチリ。で、最後にベルト、シートベルト的なの完成。やったね。じゃあこちら蓋します。できました。で、おまけに当日に着ていく服やその持っていくポーチを紹介したいと思います。ワンピースでございます。結構ふわふわした系のワンピースでございます。で、香港一年中割とあったかいのでこういうの着てても全然平気らしいです。でも意外に結構建物の中とか冷房ガンガン効いてるところとかあるかもしれないので薄手のね、羽織物を持っていきます。で、こちらが私が今回持っていくショルダーバッグでございます。これ最近買ったばっかなんですけど、コカ・コーラ風の缶風のやつでめっちゃ可愛くないですか、これ。で、これ中はこんな感じで結構入るんですよ。 iPhone とかお財布とかイヤホンとかサングラスとかリップとかいろいろ入ってます。意外と結構入ります。で、これね、優しいことに肩の部分がレザーになっているので痛くないんですよ。だからすごいいいです。とりあえずこちらが当日のファッションでございます。はい、というわけで今回は明日からの香港旅行のためのパッキングをしてみました。なんかパッキングしてる時ってなんか詰めてスポッて開いた時にうわぴったりって感じで気持ちくないですか。私ね、なんかパッキングとか物しまったりするの好きなんですよね。今回結構ねこのスーツケースにピタッと収まった気がするので皆さん気持ちよかったんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんの旅行の時のパッキングの参考になったら嬉しいです。ぜひ香港の動画楽しみにしててね。それでは行ってきます。もう明日だから早く寝よう。おまじまし。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。